喧嘩売ってる元キンプリ3人、聖地での新グループ発表にジャミファンデキド、不安にさせたくない発言に、どの口が ?10 月15日、元キングプリンスの平野志洋、神宮寺ゆうた、岸ゆうタの3人が新グループ、ナンバー、アイ、ナンバーアイを結成することを、株式会社トベの YouTube 公式チャンネルで発表した。この動画には、3人が一緒にいてくれること、それが何より幸せです。 本当にありがとう。この三人が笑顔で将来の夢を語る姿が本当に嬉しい。など、喜びのコメントが多数寄せられているが、その一方で、SNS にはこんな意見も、5周年すら迎えずにファンをどん底に落としといて、今更、ファンを不安にさせたくない。って何他人の痛みもわかってほしい。ギャグこんだけファン泣かせといて、どの口が言ってんの 4年応援してて、あなたたち3人のこと応援しなきゃよかったと何度思ったことか、wwww 言っとくけど、ジャニ史上最速でファンを泣かせた人たちだよ、www。結局元金プリの3人はなんで辞めたの海外進出したかったんじゃないのなんでがっつり日本の事務所に移籍して再デビューしてるの全然夢叶ってないけどいいの辞めたい見なくない嘘ついてたっていう理解でいい 2022年11月の金プリ脱退発表の際に公表された動画ではその理由を活動方針の違い、海外進出のためなどと説明していましたが人気絶頂でのグループ分裂に未だに納得がいかないファンは多数存在します。新グループ発表動画で神宮寺はファンの皆さんが不安にならないように応援して良かったと思えるグループにと発言していますが 反感を持つ人もいるでしょう。週刊誌記者。また、発表動画が東京ドームから生配信されたことに、強い違和感を抱くジャニーズファンも多い。誰に何と言われようとタッキーの戦略が嫌いすぎて無理。ジャニーズの名前が消える直前に、ジャニーズの聖地と言われるジャニーさんが国別式した東京ドームで発表するか、これは長年応援してきたジャニーズファンに喧嘩売ってるってことで良いですか素直に応援しろという方が無理あるわ。 ジャニーズ事務所がごたついてて、所属タレントたちはとりあえず票に出るときは笑顔でいることしかできなくなっている現状の中で、飛んだ方々が何食わぬ顔で東京ドームに立ってんのもせんな。なんだそれ、何の茶番だよ。滝沢お前、ジャニーさんより東京ドーム好きだろ。ジャニーズ事務所は10月17日に社名を、エスミルイ、e、ーアップに変更します。10月16日はジャニーズ最後の日になるわけですが、 その前日の発表に反感を持つ人がいるのも当然でしょう。しかも東京ドームは、1989年に光源氏がコンサートを行ってから、400回近くも公演を行ってきた、ジャニーズの聖地。戸部代表の滝沢秀明氏も、当然それは承知の上のことでしょうから、なぜわざわざ、というファンの心理も理解できます。当然、戸部に合流した、やめ、ジャニーは、騎士で13人目、沈みゆく、 故郷に何を思うか。